今日は電子レンジで簡単に作れるオムレツサンドを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日は電子レンジで簡単に作れるオムレツサンドを2種類作りたいと思います。ということで今回はですね、電子レンジとあとタッパーがあれば簡単に作れるレシピです。そして2種類ということで、通常のプレーンのオムレツとベジタブルソーセージのオムレツサンドを作っていきます。あとはですね、今回食パンの耳は最後切り落としますので、電子レンジで簡単に作れるすごく簡単なレシピをご紹介していきます。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それではまずプレーンの方から材料を紹介します。材料はこちらです。食パン、卵、牛乳、マヨネーズ、お砂糖、塩、和がらしです。こちらの材料で作っていきます。そしてベジタブルソーセージのオムレツサンドの材料はこちらです。食パン、卵、ベジタブルミックス、ソーセージ、牛乳、マヨネーズ、顆粒コンソメ、お砂糖、マスタードです。こちらの材料で作っていきます。今回はですね、6枚切りの食パンを使用します。こちらは5枚切りやまたは8枚切りなどでも OK です。そしてね、今回はこちらのタッパーを使って簡単に作っていきます。私が使用するのが 15cm×15cm の正方形のタッパーになります。これジップロックさんのタッパーです。このジップロックのタッパーだとちょうどね、食パンの大きさと合うので、今回はこちらを使用していきます。でもしね、ジップロックのこういう正方形のタッパーがなくても、そのオムレツに合わせて食パンを切っていただければ大丈夫ですので、お持ちのタッパーで作ってみてください。それでは最初にプレーンのオムレツサンドからご紹介します。まずですね、この器に牛乳を入れて、ここにマヨネーズを入れます。マヨネーズを牛乳に溶かします。この卵にマヨネーズを加えることでふわっとした食感のオムレツに仕上がるんですけれども、直接入れてしまうとマヨネーズがダマダマになってしまいますので、あらかじめ牛乳で少し溶かしてから加えます。このぐらいしっかりと溶かしてください。そうすることでダマもなくなってオムレツもふわっと仕上がります。あとはね、もうすごく簡単です。まずここに卵ね、3つ直接割り入れちゃいます。そしてまず卵だけ溶きほぐします。このようにね、ちょっとしっかりめに卵は溶きほぐしてください。そしてここに先ほど作った牛乳とマヨネーズ、そしてお砂糖とあと塩ですね。お好みでここに塩コショウ入れていただいても OK です。そして混ぜます。このようによく混ざれば OK です。それではここに蓋を軽くポンと置いていただいて、こちらを電子レンジ600ワットで50秒加熱します。はい、50秒加熱しました。で、1回目はまだね、全然固まってなくて、卵液が少しね、温まったかなっていう感じです。これを一度ね、熱が均一になるように混ぜます。そしたらまたふわっと蓋を置いていただいて、電子レンジ600ワットで40秒加熱します。はい、40秒加熱しました。そうするとね、少しこのように固まってます。で、こちらを一度混ぜます。この固まってる部分をほぐすように混ぜてください。このように1回で加熱せずに数回に分けて加熱することでふわっとした仕上がりになります。それではもう一度ふわっと蓋をしていただいて、こちらを電子レンジ600ワットで50秒から1分ほどしっかり固まるまで加熱します。それでは蓋を開けます。じゃじゃーん、こんな感じで固まってます。それではラップを敷いていただいて、その上にこちらを出します。いきます。はい、このようにタッパーから出しました。それではこれをラップで包みます。少しね、形を整えます。このまま5分ほど置きましょう。それでは卵の粗熱を取っている間に、マヨネーズに和がらしですね、こちらを入れてよく混ぜます。これでマヨがらしの完成です。それでは食パンにこのマヨがらしを塗ります。食パンに何かサンドするときは、こういった油分のものをね、1枚敷いておくと食パンに水分がね、浸透してしまうのを防いでくれますので、時間が経っても水っぽくなく美味しく召し上がっていただけます。こんな感じです。で、こちらもですね、
塗ります。これで OK です。それではこちらの卵を上にのせます。よいしょ、こんな感じでのせていただいて、あとはね食パンを重ねます。でそしたらこちらをラップの上に置いていただいて、で少しきつめにラップをします。このまま10分ほどなじませます。続きましてベジタブルソーセージのオムレツサンドを作っていきます。まずソーセージですね、5ミリから1センチ幅にソーセージを切ります。であとはですねソーセージを半分に切ります。ソーセージはこのようにカットします。そして今回使うね冷凍のベジタブルミックスなんですけれども、まだね少し凍っているので、こちらは電子レンジ600ワットで20秒ほど加熱します。ベジタブルミックスはこれで OK です。続いて先ほどと同様に牛乳とあとマヨネーズですね、こちらをしっかりと混ぜます。これで OK です。それではタッパーの中に卵を割り入れましょう。そしてまず卵だけを溶きほぐします。卵が混ざったらここに顆粒のコンソメとお砂糖、混ぜておいたマヨネーズと牛乳を加えます。そしてよく混ぜましょう。これで OK です。それではここに具材を入れます。混ぜます。はい、ふわっと蓋をしていただいて電子レンジ600ワットで50秒加熱します。はい、取り出します。でそうするとねまだ固まっていない状態です。で一度ですねこうやってしっかり混ぜていただいて、卵液の熱を均一にします。それではふわっと蓋をしていただいて電子レンジ600ワットで40秒加熱します。はい、取り出します。そしてこちらを混ぜます。このように混ぜていただいて、また蓋をして、こちらを電子レンジ600ワットで50秒から1分ほど、卵がね、全部固まるまで加熱していきます。加熱が終わりました。そしたら開けます。じゃん。はい、こんな感じになってます。ラップに開けます。よいしょ。そして包みましょう。このように包んで形を整えて粗熱を取ります。それでは粗熱を取っている間にマヨネーズマスタードを作ります。マヨネーズの中にマスタードを加えて混ぜましょう。でこちらねマスタードが苦手な方はねケチャップも美味しいので、ぜひねそちらで作ってみてください。これで OK です。それでは食パンの内側にこちらのマヨマスタードを塗っていきます。はい、こんな感じで塗りましょう。それではこちら粗熱を取ったオムレツを乗せます。上に乗せます。こんな感じで乗せて、あとは食パンを重ねます。そしてラップの上に置いていただいて、少しねきつめに包みます。このまま10分ほどなじませます。それではこちらベーシックなオムレツサンドを切っていきます。まずラップをしたまま耳を切っていきます。で耳を切り落としたらラップを剥がしましょう。もうすっごい美味しそうですね。それではこちらを4等分にします。これで完成です。それではベジタブルソーセージのオムレツサンドも切っていきます。まずラップをしたまま耳を切り落とします。はい、断面はこんな感じです。であとはラップを外していただいて、そして4等分に切ります。はい、これで完成です。それでは余った食パンの耳を使って簡単なラスクを作っていきます。まず細かく切りましょう。こんな感じです。でそしたらですねこちらにマヨネーズ一回しですね、そして軽く絡めます。耐熱のお皿に入れていただいて、で少しね広げます。こちらを電子レンジ600ワットで1分半加熱します。
こんな感じで仕上がりました。でまだねちょっとね柔らかい部分もあったりするので、そういったのはねもう少し加熱してみてください。で電子レンジの当たりどころによってはねちょっとねこう焦げやすいものもありますので、様子を見ながら加熱してみてください。これで電子レンジで簡単に作れるオムレツサンドの完成です。こちらがプレーン味、こちらがベジタブルソーセージのオムレツサンドです。このように見た目もね可愛く仕上がりました。そしてこちらが余った食パンの耳で簡単に作ったマヨネーズラスクです。こんな感じに仕上がってます。それではいただきたいと思います。手づかみで失礼いたします。すごいボリュームですね。ではいただきます。おいしい。中のオムレツの食感がすごい柔らかいですね。今回ね少し甘めのオムレツにしてるので、マヨネーズと和がらしがすごく合いますね。はい、続きましてミックスベジタブルソーセージのオムレツです。いただきます。全体的な味のバランスがいいですね。そして余った耳で作ったマヨネーズラスクです。いただきます。おいしい。マヨネーズに少し焼き色がついてるのですごく香ばしいです。おいしい。今日もおいしく仕上がりました。今回のオムレツサンドのポイントです。まずこのオムレツサンドはタッパーと電子レンジで簡単に作ることができます。オムレツを電子レンジで作るときはマヨネーズを加えるとふわっと柔らかい仕上がりになるんですけれども、直接入れてしまうとマヨネーズの塊が残ったり、あとはねマヨネーズを入れる効果がちょっと半減してしまいますので、牛乳できちんと溶かしてから卵と混ぜるようにしてください。このマヨネーズを加えることでこのようにね卵の色も綺麗な黄色に仕上がります。あとはタッパーの中で卵液を作っていただいて電子レンジで少しずつ加熱します。この都度取り出して一度混ぜて形成しました。お使いの電子レンジによって適正な加熱温度が変わってくる場合があります。もし加熱が足りない場合はプラス10秒ずつ加熱して様子を見てください。そして粗熱を取っている間に食パンにねマヨガラシを塗っていただいて、少しね粗熱が取れたらオムレツを挟んで、さらにそれをラップで少しきつめに包んでいただいて10分ほどなじませてください。そして今回はもう一つねベジタブルソーセージバージョンも作りました。こちらもすごく簡単で美味しいのでぜひ作ってみてください。あとは余った食パンの耳は今回簡単なマヨネーズラスクを電子レンジで作りました。こちらのマヨネーズラスクはマヨネーズをね絡めてからレンジで加熱しているのでちょっと焦げやすいです。焦げてしまう場合もありますので、最初1分半ほど加熱していただいて、その後は様子を見ながら加熱してみてください。ということで、ね、このオムレツサンド朝ごはんにもお弁当にもぴったりです。とても簡単に作れますのでぜひ作ってみてください。今日は電子レンジとタッパーで作れるオムレツサンドを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、Instagram、Facebook、TikTok、 こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。